こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。今日はね、中川先生ね、先代の新規校の会長の命日なんでね、そうね、12月11日ね。そうだね、そうでしたね、はい、いや本当にお世話になってね、俺が出会ったのはね1988年の9月だと思うんだよね。あの時ね、中国上海で、気候のね学術大会みたいなのがあってね、そこで、その中川先生が、肺元気という機械のことをお話したんだけどさ、だけど機械から気が出るってさ、そんなおかしな話ないじゃん、俺もいろんな気候誌に出会って、いろいろ取材してた時期だからさ、その中国でね、その中国でね、たまたまそういうことに出会ってさ、ずっと気候を見てたんだけど、機械から気が出るなんてのは誰も言ってないしさ。そうだね、俺も普通はこう修行してそうこうやっと出せるようになったって、そういうまだ時代だからね。だからさ本当にね、そんなね赤い血が流れてない、機械から気が出るなんて、まあとんでもないこと言う人がいるって、俺はもう頭から否定したね。だけどもさ、その後不思議なことが起こってね、ある高級ホテルであったわけ、そのシンポジウムはね、一泊だかね、二泊だかであったんだ、で俺は貧乏旅行してるからさ、街中の安いホテル泊まった、でそこへ、シンポジウム終わって戻ったらさ、上海で知り合った釈迦屋さんがいてさ、同じホテル泊まったよね、その人がぎっくり腰でもう本当にうなってたの、本当歩くのもやっと、大変な状況だったのよ、でもう俺日本に帰りたいって言ってるわけよ、でいろんな中国でこう針やったりとか、そうだね、灸やったりしたんだって、でもよくならない、で俺ふっと思ってさ、面白い先生いるよって、なんかすぐ治るとか言ってるよって言って、で行かせたんです、中川先生泊まってるホテルよね、で俺は信じたいよな、治ると思ってない正直ね紹介してみながらね、紹介してみながら、で夕方俺もついていかないのよ、上海人に、中国人に知り合いに案内してもらってね、で彼に行かしたの、でもすっかり俺も忘れて夕方、ホテル戻ったら彼がいたわけよ、すっと立ってて、俺と思ってたら、いやすごいよって、30秒で治っちゃったよって、もう走ってみせるわけよ、って本当かいなって思ったけど、紛れもなく本当に、昨日はもう 寝てるしかなかったぐらいだったから、もう歩くの本当にやっとだった、それがもう今走り回ってる、それびっくりしてさ、桜でも何でもないわけだよね、そう、そこから始まったんだよね、でそこで日本に帰ってから先生に会いに行って、いろんな話を聞いて、でいろいろ周り先生の周りの人たち取材してみると本当に良くなってんだよ、大変な病気良くなってる、そこから始まったんだよね、でそれを週刊ポストで紹介した、たらすごい反響だったっつって、呼び出されて、ね、でちょっと前俺について歩けって、ね、面白いのもしてるからっつって、そこから始まったわけよ、そうね、で7、8年お世話になったかな、いろんなとこ連れてもらったし、いろんなことをしてもらったし、欠かせない俺の人生の中で本当欠かせない人だよ、っていうかもう必要不可欠というか、もうそこのパズルがなかったらさ全く違う人生になってたよね、そう本当にもうどうしたか分かんないよね、あの出会いがなかったらね、そうね、だから私はあと出会ったのは1991年なんだ、1988年、私遅れること3年なんだけど、新機構自体に出会ったのは1990年なんですよ、交通事故のむち打ちで何をしても治らなかった、本当に怪しげな、そうだね、気で万病が治るという怪しげなチラシにも信じてなかったけど、それこそお世話になった人がわざわざそのチラシを届けてくれて、こういうのがあるよって言うから、ちょうど土日の2日間だったから、じゃあ行ってみるわって言ってみて、でそこでも出てきたのは肺元気っていう機械よ、そうだなバカだとか思ったけども、誰か別な人がね、呼ばれて治療したら本当に上がらなかった50肩、40肩かな、50肩かな、もうスッと上がるようになって、うわーって感じでしょ、で今度気を受けてくださいって言って、で当時今はね、DVD があるけども、当時はカセットだよ、ビデオデッキにこう、カチャッと入れて、ビデオから気が出るって言ってさ、
うん、それで、あの、気を受けたらさ、うん、もう私のこの痛かった首がもうぐるん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 動いて、うんうん、で、気を受けて、はい、終わりって言った時にもう、軽くなってて、うん、もうすごいなと思って、うん、でもすぐもう肺元気は買ったよ。あで、腕が上がってるのも見てるしさ、そうだよな、自分の首もこんなぐるぐる回るしさ、うん、見てもう買わざるを得ないじゃん。うん、で、肺元気買っていろんな人をね、治療してって、うん、みんな生理痛とか腰痛とか良くなってってさ、うん、で、もうそうなるとさ、あのビデオが欲しくなるわけよ。そうだよな。で、そのビデオを売ってくれても売ってくれないって、どうしたら手に入るかって、うん、気候誌になる、当時はね、気候誌になるしかないって言って、気候誌の合宿に行けばもらえるっていうから、うんうん、もう行ったよね、札幌から、うん、それが合宿に行ったのが1991年か。その時に中津に初めて会ってんだよな。その前にね、うん、あの会長、あの当時はね、会長の治療会みたいなのがあったの、札幌でも。あ、そう、うん、それ私行ってるはず。ああ、そうなんだ、うん、うんうん、ああ、そう。だから、あの肺元気を買った後会員になって、昨日なって、うん、でその後私下田に行ってる。ああ、そうか、うん、それでまあね、そこからイルカにつながってね、うん、でまあ結婚することになるわけだ。そうそうそう、激動で。そうだよね、だから本当に、うん、あの先生が我々にとっていかにね、うん、大きな存在であるかっていうね、本当に人生に、うん、もう節目にドカーンとあの先生がいるよね、うんうん、でね、1995年にね、うん、倒れて、うん、で俺もその講演会場で倒れたんだよね、うん、でその時俺もそばにいたしさ、うんね、でしばらく入院して、うん、で復活してきて、そう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 、で日本中またその自分が大病したことで気づいたことをずっと講演して回って、そしてその12月11日1995年だよね、うん、キコが生まれとしたからな。そうそうそう、キコは4月に生まれてな。そうだから、キコは4月に生まれて、え、海老名で助産院で出産だったんだけども、うん、海老名から南浦和に帰る途中、そうだな、そう、先生が入院されてるところに、うん、寄ってな、うん、で抱っこしてもらってね、うん、でなんか随分とね気にかけてくださって、うん、そうそう、キコのことも気にかけてくれてね、うん、でちょうど11月に、うん、あの合宿行ったんだよ。そう、あの時生駒だったけどね、キコ連れて3人で行ったんだよね、生駒へね、うんうん、そしてその時に帰り際にな、うん、あの先生に挨拶しようって言ったら、先生なんかお客さんがいたんだ、うん、なあ、だから、うん、まあまた今度ってね、すぐ会えるからと思ってさ、うん、で帰ろうとしたら玄関までな、うん、シャツ着ながらな、ワイシャツのボタンこうやって止めながら降りてきてくださって、降りてくれて、で、うん、キコの頭なでてくれてな、うん、あ、でまたっていう話になって、そう、あの時キコちょっとアトピーが出ててあれだったから、うん、ちょっとこれ使ってごらんって言って気を入れたさ、あ、そう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 、うん、それが最後だったな。あれをわざわざ、もう本当にワイシャツのボタンと、うん、止めながらさ、そう、走り走ってくれて、うん、階段をバーッと走ってくれてさ、うん、これちょっと。で、それからしばらくして、合宿が終わってからか、なんか京都行くっつってね。そう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 。あ、何神社だったっけ、元伊勢神社。そう、行くっておっしゃってて。で、その途中で倒れて、で、運ばれて。そう、入院して、うん、亡くなったんだな。そう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 、あ、それが11日だった、12月11日かっていうと、何年前だこれ、うん、95年だからな、だから24年前の話か、うん、だからうちのね娘たちは先生に会いたかったなって言うんだけども、今日は2回会ってんで。そうだよな、退院した時と、そうそう、合宿の時と、写真もあるよな、隠してもらったら、すごい写真、幸せな子だよね、あの子は本当ね、そうな、うん、本当についてる長女にして生まれたからね、うん、あ、まあ本当ね、だからそういう本当思い出がいっぱいでな、うん、ああもう本当俺も世界中あちこちさ、うん、一緒に行ったよ。だから当時さ、本当に会長は合宿に行って海外に行ってって、うん、そういう流れだったじゃん、うん、下手したらご家族よりもあなたの方が長かったかもしれない、会長といる時間は。だからね、どうだろうな、毎月とか3ヶ月に2回は行ったな、海外へな、うん、で1週間10日行ってるわけだからさ、そう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 、なあ、で飛行機の中でさ、うん、ね、いろんなことをね、話してくれたよ、うん、なんかこうだわだっつってな、うん、ああ、うん、だから俺もその時にさ、どこの帰りだったかな、というかね、湾岸戦争があってさ、あ、飛行機誰も乗ってないんだよ、うん、うんうん、ほんとガラガラの飛行機でさ、うん、そこでさ乗っててね、うん、先生にさ、いや先生俺もねそろそろ結婚したいなと思うんですけどねって話してさ、うん、なあ、そしたらさ、うん、お前結婚したかったのかって言ったらいやそうですよって言ったらね、うん、と思えて、うん、その時俺さ前歯にね、うん、金歯だった前歯、うん、俺小学校の時から金歯なんでね、うんうんうん、だからそれ外せっつ、うん、ね、歯の治療しろって、そうそうそう、うん、それはまず歯治療しろとか言ってね、うんうん、であれだよ、いろいろなほら
亡くなったね、あの今の会長の奥さん ね,、うん、ねの友達をね、うん、お見合いをセッティングしてくれた、そうね、だけどそれは実現しなかった、お見合いも実現しなかったんだよね、うん、ああそんなこと、それも北海道の人だからな、そう札幌のあったんでしょ、うん、それも縁だよな、うん、面白いよね、そうそうそう、だから本当そんなことでさ、うん、まあ公私ともにさ、うん、いろんな形で可愛がってもらってね、うん、本当だね、うん、本当、うん、まあ、あの人いなかったら今いないあののこういう状況はないし、うん、ね、どうし絶対にだとも結婚しないと思う、本当にどうしたか分かんないよな、絶対にだとも結婚しないと思うそうだよな、だって縁がないもんね、だってね、そうだよ、うん、気候がなければ私たちは絶対会うことがないわけだからさ、そう、そう、あなたに、ね、恐れ多くて近づけないよな、いや本当ね、はい、うん、そんなことでね、うん、本当に先生ありがとうございました、感謝の気持ちで ね、 そうだね、今日も一日過ごしたいと思います、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。